はい、では授業始めましょうか。ちょっと早めにやろうと思って、今日の授業は何をしましょうか。そうですね、まあまず情報ですよね。情報だと、いくつあるか、3つぐらいあるんですね。じゃあ1つ目は何ですか。そうですね、まあそのスペイン語の、練習ですね。その動画とか調べてみたら、じゃあどうすればこういう、例えばその喋り方とか早くさせるようにするかですね。でちょっと日本語の場合だったらば、それ調べてみたら何やったか、まあ思い出してるのは、やっぱその翻訳のことなんですけれども、例えばその朝日新聞からの記事を読んで、そしてそれをできるだけフィリピン語に翻訳して、で次は英語にするわけで、そうするとその言葉とか分からない言葉が分かるようになるし、あとその文法ですね、パターンですね、こういう喋り方、喋り方じゃなくて、そのこういうふうにこのことを説明できるよって、例えば、なんだろう、その文法の方は、日本語だとなんだろうな、まあ今思い出してもスペイン語の方なんですけど、例えばその、これじゃなくて、これはそういう、まあそういうコードをやってるんですよね。で実はですね、それは普通に会話してみると、多分ね、出てこないと思いますよね。例えば、誰も会話とかできなくて、それは、なんだろうな、その子供みたいな、例えば、食べる、飲む、あるとは、あとはなんだろう、それぐらいの、喋り方だったらはそれは別にいいんですけど、だけどもうちょっとその何か説明したい、何か伝えたいことは、そのこういうセンテンスね、センテンスパターンは、まあその、記事から取れるんですけれども、そういう記事は読まなかったら知らなくなるんでしょうね。そのままになっちゃうわけですよね。はい、であとまあやっぱそのリスニングの方なんですかね。で思い出したのはその、おほもとよしかさんの、動画なんですけどね。それは確かに毎日ほど調べてみて、でそれを聞き取りの練習になったわけでしょうね。はい。で、それはどれぐらいだったんだろうね。まあ1年間ぐらい以上だと思いますからね。ちょっと聞いてみるだけで、そして、じゃあこういうふうに喋ってるんだね。そしてその日本語の記事とか読んだり、じゃあこういう言葉あるよと、あとその文法もこういう文法あるよと、で、次は実際にそれを、言ってみたらいいと思いますよね。フィリピンの場合だったらば、英語とかも、まあ映画ですね、映画ね、英語の映画ですね。映画はすでに英語になっていて、まあダビングとかなくて、本とかも、まあそういう記事とか、まあその SNS で出てる、記事ともがいっぱいあるんですけれども、それは英語になってるし、ただそのスピーキングの方は、その実際に喋ってみたらどうだろう。それはあんまり、ないと思いましたね。ただ、まあ、やっぱりですね、その例えば周りにいる人たちは、まあ、大学までも卒業できない、できてない状態なんで、だから、そういうレベルだとやっぱこういうなんかそのもうちょっと、複雑というか、こういう、説明ですね、英語でできるか、ということはやっぱりできないですからね。こういう練習はなかったらですね、なかったら、確かにですね、難しくなるし、まあ、大変になっちゃうわけでしょうね、その人に対してですね。はい、で、
ということは、スペイン語の場合だったら、まあ、じゃあこういう、El País の、記事とか、読んで、で、それをできるだけ翻訳をしてそれを続ければ、まあうまくいく、まあうまくいくと思いますからね。でどれぐらいだろうですね。まあ日本語だったらは、まあ一年間にしてみたらどうでしょうね。もっともうちょっと早く喋れるようになるかなと思ってますね。はい。で、もう一つなんですけれども、その次の情報なんで、やっぱりですね、その任天堂ディレクトの動画ですね。それを、見てみたんですけど、で、まあやっぱりですね、新しいゲームとかリメイクとかも出てきましたし、で、何のゲームを集中したいかというと、まあ、今夜はですね、このスターオーシャン2ですね、リメイクは、かなりですね、自分はこれを、まあ気に入ったっていうか、なんでだろうな、そのピクセルの描きで、まあ、実はですね、その自分のロボットですね、オズボン・パラカですね、そのカエルのロボットを、まあ、開発してるんですけれども、できるだけこういうピクセルみたいな、例えばその爆発的なエフェクトですね、ピクセルを見せる、形になっているのはいいと思いますからね。はい。だからそういう、まあ、スタイルっていうか、まあ、かなりいいと思いますよね。はい。つまり、このスターオーシャンですね。スターオーシャン2リメイクは、すでに、そのスティンパワーに、そのウィッシュリストにね、追加してましたんで、はい。で、このオスボンのロボットのことなんですけども、よく、見てたのは、この、開発やってる時に、このうるさい音とかこういう違法に有する犯罪グループですね、攻撃はですね来るんでしょうね。ロボットを開発してる時にですね、特に今日ですね、昼間の、午後 2時50分ですね、クリニックにいたんですけれども、当時はですね、普通にその翻訳とかもできましたし、その火のこんにゃくですね。で、スケジュールとか見ていて、じゃあちょっとね、ロボットのことを、見てみようかと思って、で、まあやっぱりね、その CCTV のカメラはまだ、勝手にね、勝手に使われてるんですからね。それで、中にあるものとか、中にある、そのクリニックの中にいる人たちもですね、見れるわけでしょうね。で、まあ、特にこの最初の代の、まあ、違法に入する犯罪者なんですけれども、こういうことをやってるんでしょうね。はい。で、このロボットを開発しようと思って、まあ、開発しようというか、まあ、見てみるだけで、この頭が痛くなる攻撃されたんでしょうね。これは、今日の午後、2時50分ですね。はい。っていうけれど、まあ、なんだろうな、どうすればいいんでしょうね。まあ、そういうことはですね、できるだけスペイン語の授業で、話してみたんですけれどもね、特にこの、なんだろうな、その、ワイヤレス、あるいはワイヤードの、タッピングですね。そういう技術を勝手に使えば、次の段階もできるようになるっていうか、まあ段階っていうか、まあ同じ技術使ってるんですかね。このタワーを使ってるから、じゃあ、この誰かの携帯電話の番号ですね。このタワーを、じゃあシグナルとか、消そうか。で、消して、じゃあその携帯電話は、探すんですよね。そのシグナルはどこに行っちゃったかですね。で、そういうことをやってるときに、やっぱりですね、難しくなって、シグナルが低くて、あるいはない状態で、で、それは、次々に、
それをやってで、熱くなるでしょ。で熱くなってそれで電気もですね、使ってるし、そしてそういう周りにいる人たちは頭が痛くなる、状態もですね感じるようになるんですかね。そういう、技もあるんですよね。はい、まあその勝手に効くっていうのもあるし、でその同じ技術を、使ってこういうじゃあ、消そうか、シグナルとか勝手に消そうかで消して、じゃあどうだったんだろうね、何あったのか、そういう携帯電話を探してで熱くなって、で周りの人たちもね、周りの人たちもそれを感じるようになるんで頭が痛くなったりするんですね。で実はですね、ジャミング の技術あるんでしょうね。でそれを交番にもですねそれ、話してみたんでしょうね。でやっぱりですね、ジャミングだと例えばその来るシグナルはですねジャミングしようと思ったらそのもっと強いシグナルを使うわけですよね。つまりその来るシグナルは、例えばレベル2だったらば、そのもっと強い、シグナルを使って、そしてその来るシグナルは入れなくなる状態になりますよね。はい、だけどそういう技術はですね実は違法ですよね。それもジャミングは違法ですよ。なんで違法っていうか、まあっていうんですかって、まあ誰かがエマージェンシーですね、緊急状態になって、そのエマージェンシーで電話かけなくなる状態だったらばダメでしょうね。だからそういうジャミングは実は違法ですからね。でそしてそういう技術もですね、この来るシグナルのもっと強いシグナルを使うというのはやっぱ技術としてどこからですねそれを変えるんですかね。そういう どこで変えるっていうか、まあビロってくるみたいなそれあるんですか。これはタワーの強いシグナルなんでしょう。タワーだったらばその、また思い出したのはその工場の人たちと話していたんで、でその、まあある程度近い田舎モンタルバーンっていうところがあって、であそこはまあその岩とか石から来る、トラックですね。そのトラックはそれを持って運んで、街を通るんですけれども、であそこはこういう、タワーですねあるんだって。で そこからそのシグナルが来るわけで、はい、だけどまあそれは、消そうとしたらじゃあみんなはどう使うんですかみたいな形になっちゃうわけですからね。はい、そうですね。はい、では次は何でしょう。そうですね、シグナルといえばメタルギアソリッドの動画出てきましたんで、それは何でしたっけ、コレクションでしたっけな、その、メタルギアシリーズですね、そういうゲームですね、もう一回これを、遊べるようになるというふうに、やっていますね。で実はですね自分もメタルギアソリッド1、このプレイステーション版ですね、プレイステーション1、ね、の版の、やりたいなと思いますからね。はい、スティンパワーでもまあスイッチのもね、スイッチの版も出てくるとその動画から分かるんですけれども、であとこの、スーパーマリオブラザーですね、ワンダー、これもまあなんか楽しそう、なんでだろう、その、ニュースーパーマリオブラザーズ、DS ね、DS 版とか、あとスーパーマリオワールドの、思い出が出てくるんで、まあ浮かんでくるんで、まあ楽しそうなんですけれども、まあ実際にやってみた方がいいですよね。思い出してるのは、その、
Wii 版ですね、あとその Wii U 版もですね、まあ、Wii U 版もあの Nintendo Switch、プレイできるんですけれどもね、あれはまあ、やっぱその Nintendo、DS 版の方が良かったなと思いますね。はい、ではあの授業はここまでにしましょうか。今夜もありがとうございます。